アンモニウムイオンは範囲結合の良い,い例である。範囲結合とは結合を形成する二つの原子の一方からのみ結合電子が分子軌道に提供される化学結合である。見方を変えると電子体共与体となる原子から電子体需要体となる原子へと電子体が供給されてできる化学結合であるからルイス酸とルイス塩基との結合でもある。したがって プロトン化で生成するオキソニウムイオンは肺結合により形成される。またオクテット属を満たさない第13属元素の共有結合化合物は強い類子酸であり肺結合により作体を形成する。あるいは繊維金属元素の多くは共有結合に利用される値電子の他に空の D 軌道などを持つため多くの種類の金属作体が 配位結合により形成される。例えばアンモニアの窒素は5つの値電子を持ち、3つの水素原子と共有結合を形成して、平角状態になっている。そして、アンモニア窒素には、水素との共有結合に参加していない2つの電子が存在し、電子体を共有することが可能なルイス塩基でもある。プロトンがルイス塩基と灰位結合すると、 窒素の原子が足す電化を持ったオニウムイオンとなる。灰結合と共有結合も同じく分子軌道により形成されるので本質的には違いがないがその分子軌道の構造やそのエネルギー順位により結合自身の性質が決定される。前述のアンモニウムイオンの場合は共有結合も灰結合も窒素の sp3 軌道と水素の 1s 軌道から生成する等価な分子軌道であり、 4本の結合に違いはない。一方、廃墟余生の灰位結合や SP3、D コン軌道から生成する灰位結合は、元の電子軌道が等価ではないために性質に違いが現れる。ありがとうございます。